キルデベルト養子王は、メロビング町、フランク王国のアウストラシア王。アウストラシアの救済であったピピン家の出身であるが、アウストラシア王シギベルト3世の養子とされ、王位についた。アウストラシアの実権を握っていた救済グリモアルドの、子として生まれた。最初の名は、父と同盟のグリモアルドであった。国王シギベルト3世には当初四月がおらず、救済の子。 グリモワルドをキルデベルトと改名させ、自らの養子とした。しかし、その後、シギベルト3世には、実施ダゴベルト2世が生まれた。656年に、シギベルト3世が死去すると、救歳、グリモワルドは、王の実施ダゴベルトをアイルランドの修道院に追放し、キルデベルトを王位につけた。しかし、661、2年に、グリモワルドは、 パリで暗殺され、662年にキルデベルトも死去した。その後、シギベルト3世の娘、ビリキルディスを人していた、キルデリク2世がアウストラシア王位に就いた。後に、ダゴベルト2世は675、6年にアイルランドから呼び寄せられ、アウストラシア王位につくことになる。ありがとうございます。